ごめんなさい、これ逃げちゃいました。今回はね、またデコトラだよ。アートカミオン芸術展だったからこれをね、ちょっと買ってみましたっていうか、やってみます。はい、ねえ、爆走デコトラ伝説はね、完全にあれですね、難しいですね。私には無理かもしれない。ねえ、名前はお前ひどいなって話なんですけど、まあまあまあ、はい、OK。どんな話なのこれ。モードがこうやってあるのね、分かりづらいわこれ。まあいいんじゃない、展開しろってやつ。本編と外伝があるの。まず本編やろうか。うん、うん、本編。会心の旅立ちだって。あ、おはようございます、よろしくお願いします。話するか、こういうね、女の子と話した方がいいですよ。あ、よかったよかった。やり方を聞かせてもらえるかな。そうなんですよね、なかなかね、就職決まんないんだよね、こういうのね、短期契約ね。仕事がすごくきついから人の出入りが激しいらしいな。ねえ、だから短期で使い捨てするんだよ、使い捨てするんだよ、ブラックですね。まあ兵隊として残るからね、優秀なところの休み多いのあるんだけどね。まあまあいいや。おう、どんな仕事だって引き受けた以上はきっちりこなす、それがトラッカーってもんだ。でもこなせなかったからやめるんだよね。よし、そろそろ仕事に出かかるか。東京、透明使って書物を制なし1日。待って、何これ。あ、できるんだ、駐車場、振り道、運転するの。こうやってみるか。運転セルの設定。ん？ハンドル操作、簡易操作、標準中簡易、じゃあ簡易操作。わかんない。なにこれ？なにこれ？バカ野郎！どきやがれ！あら！どこ走ってんだ！アホ！どかんか！ボケ！何やってんだ！タカオ！危ねえだろ！ひでえな、死ねまでやるの。ひどいな、ひどいよな、あまりにもひどくないか、こんなのさ、バリエーション多いね、すごいね。あ、声変わるのこれ。 ABCDAB、キー設定はこんなもんでいいんじゃないですかね。よくわからんけど、運転する設定したでしょ。やべ、もう4分のセッター、4分。運転するって、あ、これからでしょ。トラックなんだ、トラックできるんだ。環境設定、ゲームレベルはでも簡単でお願いします。爆走ってことは伝説の一作目やってるんですけど、難しくてもう全然できない。簡単、ドライバーシーンでいいよ。じゃあレーダー、うん、音楽でランダムなくていいんだよな。 BGM なしでいいや。はい、歌詞読んでいこう。じゃあん、なんか環境設定まだあったな、いろいろ種類。ちょっと待ってね、テルカちゃん買っちゃうんだよね。トラック乗り換えるんだね、トラックね。ちょっと楽しみですね、どんなのがあるのか。
おいおい、あ、曲切るんだ。びっくりした。ないの簡単でしょ。んで、何これ帰れるの。でもこれ短期契約だから、あれか、会社のトラックか。会社できんよね、さすがにね。え、自分のトラック来てるのかな。このドーリング長いね。あ、何これ、日野かな、日野旧式。あ、帰らないんだ。あ、これ日でいいよ、日。これ日でいいです、日。ない、日あった。はい、決定。これしかないんでしょ。じゃあね、ちょっと待ってね。これ改造できるんだね、改造も。どんなペイントあるの。女、花、字、他。あ、字ってのは自分で作ったやつね。歌舞伎、すごいね。あ、やっぱ金かかるんだね。あ、すんごい改造のなんか種類が多いな。まあまあいいや、またそれ後でいっか。よいしょ。で、走りましょうと。なんだこれ、正俊さんね。うんうんうん、ちゃんと分かってるかって。免許持ってるだろ、免許、免許持ってんだろ、俺たち。大型持ってんだよね。聞いておくか、一応。もう一応確認のために聞いていこうと。はい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 。うん。回線マイクで怒鳴る。すげえな。あ、そうなんだ。へえ。なんだと、無理かどうか走ってから判断しやがれってんだ。どっちが先につくか勝負だ。うわうわうわ、血の気が多いんだよ、もうやめろよ。行こうか、もう勝負。あ、こういう感じだもんね。え、車線変更してみる。あれか、三車線だったら一番右が追い越しだから、追い越すときしか右走っていけないんだよね。で、一番左が、と真ん中で、こう、速い車、遅い車っていうのを分ける。一番左が遅い車車線走って、真ん中がその次に速い車でしょ。Z ある、Z。で、追い越すときは右にあの車線変更すると。で、もっとやったら3秒前に、ですよね、あの、車線変更のウインカーはね。1、2、3って、グッと曲げる。だからカーブしながら左辺越すの危ないね。時間ないね、ちょっとね。10分経っちゃうね。まあ、こんな感じは負けないと思うんで、ちょっと1回ですけど。一応勝ったよ。OK。ん?なんかフリーズしたかな?ちょっと一回今日これにします。これにします。じゃあまた今度。